資料出してきた。耳開けられる。マイクじゃ近くで話してください。よし。これが何が聞こえる？ん？これが何が聞こえる？あ、これでじゃないとジングルとか何も聞こえない。15秒前？あ、違います。あと40。いや、40秒何するか。40秒。かゆいところを書いとくか。腰もね、昨日から腰もね。マジちょい悪多いですよね。何が？吉行さんの友達。ちょいちょいじゃないよ、これさ。最悪だよ、最悪だ。フォーロメをかいくぐってきて。あら。今日の、ま、真面目なやつなんですよ。もう真面目じゃないと困るで。ハーバー不動産が怒る。今日なんで言ってるの。じゃあ、15秒前です。はいはい、吉木さん、コメントが来てます。コメントが、はい、それでは始まりました、あつこの知らない世界。はい、はい、始まりました。始まりましたね。この番組はですね、宜野湾市に関わること、全てではないですがちょっとだけお伝えしたいと思います。はい、はい、ということでですね、はい、この番組はハーバー不動産、うん、そして春菜創作工房中村さんの提供でお送りいたします。はい、進行はですね、うん、FM 宜野湾のピーコと、はいはい、高安と、今日はゲストが来ておりますので、はいはい、後でまたゲストさんを紹介しましょうね。はい、はい、うん、ということでどうしますか。もうこのコーナー行ってみます。すぐどのコーナー、どのコーナーよ。あつこの知りたい、うん、宜野湾の世界。いいね。はい、行ってみましょう。それではこのコーナーです。はい、ということで、うん、ということであつこの知らない宜野湾の世界。はい、はい、先ほど、はい、今日もまた工事がうるさい ね、 ね、西宇町区着々と進んでるね、うん、はい、先ほど本当につい最さっきまで米軍基地の中にいました。お、はい、はい、で、何をしてたかというと飯食ってました。会食会だけではなくてですね、はい、メインはあの沖縄国際映画祭、はい、来年、10回目を迎えるんですよ。はい、はい、でそこで、まあ今41市町村で応援団が立ち上がっていて、まあそれ以外にもまあ、パフォーマンス集団の応援団だとか、あとダンス集団のダンスパフォーマンスの応援団だとか、はい、あとは各大学の応援団とか、そういった応援団ができてきてるんですよ。はい、で41市町村だけではなくて、まあ、県民総出で、その祭りに関わろうということで、島全部で大きな祭を名実ともに島全部でやるというような動きなってるんですよ。でそこで、普天間基地には多くの、まあ、普天間基地に4000名ぐらいの方々が、まあ、いるんですけど、兵隊、まあ、とその従事されてる方々も含めてね、はい、そういった人たちも何らかのお手伝いをしていただけないかなという話を持っていく前に、向こうから手伝いたいと、ほう、関わらせてくれと、ほう、あ、これはいい話ですねということで、うん、先ほどまでミーティングをしていたんですよ。はい、でやはり基地内のことですから、いろんな政治的な絡みとかね、うんうん、そういったのはあるんだけど、まずはそれを今置いといて、うん、我々もまあ沖縄の中に住む人間として、何かお手伝いしたいということのが前提で話を今までしてきたんですよ。うん、だからインターナショナル、うん、なんて言ったっけ、インターナショナルムービー
ムービーフェスティバルが本当にインターナショナルで、発信する側もインターナショナルになるというような話をしてきたんです。はあ、うん、普天間、うん、普天間基地、普天間基地、こ隣入ったことないんですけど、うん、多分無理だよピーコ。そうなんですか、うん、アウト、アウト、うん、あもう、うん、絶対アウト。だって何も分かってないからな、ディノアンのこと。はい、あでもディノアンは分からないんだよ。あここで紹介しようも、ずっといるのもあれだから、はい、お願いします。ね、今日のゲストさんは、今度県立普天間高校すぐ近くにあるんですけども、はい、うん、そこがですね、11月の18日に、はい、70周年を迎えるんです、うん、素晴らしい、創立70周年素晴らしいですね、はいはい、でその70周年の記念式典があるんだけども、はい、それに向けてね、まあ、70周年 なので今まで今合わせると69期までいるのかな、うん、要するにで69期の卒業生も含めた人たちが、何か母校のために何かできないかなということで今やってるのが、その協力金を今集めてるわけよ、はい、うんうんうん、それでも母校に何、うん、そう、あの式典だけではなくて、式典は式典でちゃんと学校の予算でやるんだけども、はい、それが終わった、終わって、まあ、懇親会というか、うんうん、そういった費用とあと、まあ、母校、まあ、いろんなお金必要じゃない、何でも、はい、うん、ね、バス買ったり、うん、まあ、なんか直したりとか、うん、でやっぱりね、でそれを我々の手でどうにかしようと、はい、いうことの動きが ね、うん、すごいですね、今あって、まあ、すごい金額集まってるんですけど、はい、お金いくらあってもねいいんで、はい、それを、まあ、この今今日来てる浜崎治さんはいっていう方なんですけどもね、彼も卒業生の一人として、まあ、これで動いているということで今日紹介したいと思います。自己紹介をお願いします、はい、長いよ長いんですね、はい、すみません。もっと最初から、会話に参加させてもらえればスッと入れて今、高安会長から紹介ありました。宜野湾市の野岳に生息しております。この前まで長男でした、ただいま次男の浜崎です、はい、よろしくお願いしますそうなんですよ。どういうことですかこれ。あのこれ話せば2分ぐらいで終わる話なんだけど、早いですねのあのね、まあ、これはまあ笑い事じゃなくて、うん、彼の、まあ、お父さんがいて、はい、僕同級生なんですけどね、うん、実はあのお父さんがですね、まあ、天国に召されたんですよ、はい、前、まあ、どれぐらいなのか、もう2ヶ月ぐらい前かな、うんうん、でまあまあ、病気療養中でね、まあ、だったんだけど、まあ、まあ残念なことに天国に旅だったんですけど、うん、その時まではこの人長男だと言い張ってたんですよ、はい、で僕とか僕の友達友人次男三男のには言ってたんですよ。お前だからお前たち次男はなとか、昔から次男は嫌な馬子だったじゃないですか。そうだから長男目線で話をしてたわけよ、はい、だけどもお父さんの告別式の時に、はい、実はお父さんにはもう一つ、もう一人、あもう一人家族というか、まあ、この浜崎さんが、おさむが生まれる前にね、はい、これ、まあ、本人が言ってるから いいんだろうね、で別の方がいて、はい、僕らよりいくつか上なんだけども、その方がいて、実はこいつ次男だったと最近知ったと。最近ですか。そうなの。だからこれ今まで長男の威厳みたいなこと言ってたんだけど本当は次男だったと。びっくりですよ衝撃ですね。衝撃でしょ。めかけみたいな感じですか。いやそうではないと思う。めかけではないと思う。ちゃんとまあ、子供ができて認知をしてっていうことなので。すごいですね。その方も この方と同じような姓を名乗ってるので。あ、そうなんですね、うん、すごい。そうそうそう、だから素晴らしいことだよな、新しい家族が増えたっていうことはそうですね。いやそうじゃないの。だってまだ顔もあの写真でしか見たことないし、うん、なんかすごいよねなんか小説よりもきなりだよ。そうですね。もう沖縄にはこんな話ゴロゴロあります、ね、ないと思うよ。そんなあんまりないですよね。そんなない。いや実は、ね、お兄さんだけじゃなくてお姉さんもそうなんですか。そうよ、そうそうそう、いろいろあるさ、うん、はい本題いきましょう、うん、本題、まあ、本題もいけますよこれで。本題いけますかね。はい、
ね、だから、普天間高校の彼も36期生でね、で今度36期生も何か貢献できないかなということで、なんかクラス会かなんか。そうですね、うん、本来であれば同期会等を開いて、うん、大体的に、まあ、趣旨を説明して、うん、寄付金等を集めたかったんですが、うんうん、ちょっと僕らのスタートが活動が遅くてですね、うんうん、まあクラス会、うん、各クラスで集まって、まあ、それをおのおのやるんじゃなくて、じゃあもう合同的にちょっとした、クラス会、大クラス会みたいな感じで、うん、10月もしくは11月あたりに今予定して、うん、少しずつ動いてる状態です、うん、で、はいはい、来週の火曜日にですね、うん、まあ、目星、まあ、このクラスの中で、中心的にいたメンバーに声かけして、一応は第1回目の集まりを予定しています、うん、そうだね、まあ、そういった中でまずはスタートを切って、うんうん、目標としてはもう10月の中 でやりたいと、はい、11月18日の式典までにはどうにかね間に合わせて、36期生も頑張りましたよみたいな、うんうんうん、みたいなのを見せたいんでね、でそれは、スピーディーに、ただ金額じゃないからね、お金の問題ではなくてそういった気持ちが問題、そうそうそう、ね、大切だと思うですよ、ね、はい、こうなんか普天間高校は普天間高校愛がすごいんですか、話聞いてたらそうですよね、なんかね。いや、俺は、僕は愛してるよ。でも、隣の人はどう思うか分からないけど、隣はね、ちょっと問題児だった。僕は、まあ、普天間高校も愛してますけど、うん、はい、もうカミングアウトしていいですか。はい。もう彼のこととっても愛してますし。あ、そっちの、そうなんですか、そっちの感じの人なんですか。いや、違いますよ、この。なんで照れるの。いや、いや、あれだよ。いや本当に、まあ、僕も好きだよ、少しだけ、長さにすると2センチぐらい好きだけど。これって画面ですか。これ画面、あそこがカメラです。下で当て握ってますから、ね、嘘です。、はい、シュプリームさんから、うん、まさかの告白から始まる衝撃の番組、ね、なかなかないでしょ、なかなかね、そんな、うん、だからでも僕はそれは話さないでおこうと思ってたんだよ、はい、ただ本人がね口を切ったから、もうこれはしかないでしょう。だから何十年間虐げられてた思いを、虐げられてたお前がそうだったんだよ。長男の威厳みたいな、そんな感じだったけど、実はでも次男じゃないかもしれないからね。また戻るんかい、うん、いやもう三男かもしれないからね。そうですね、で、はい、はい、創立、うん、で、普天間高校、はい、まずねびっくりするのは、僕も普天間高校卒業生なんですけど、はい、入学した時が衝撃だったの、うん、前にも話はしたんだけども、僕普天間中学校っていうところで、僕の時代は普天間中学校悪かった、はい、生徒がよ、うん、学校がじゃなくて生徒が、我々が、はい、我々が悪かったんだけども、うん、でなんとか普天間高校に入ることができたんだけども、普天間高校の校章ってマークがあるじゃない、はい、ね、うんうん、よく中学校だったら中の字に何かあって、うんうんうん、普天間中学校は中の字の後ろにバッテンで、一つはバット、一つはペンだったわけよ、文武両道っていう。あ、はいはいはい、普天間高校はペンとペンだわけ。あ、勉強、勉強生と、うん、とにかく勉強生って、で、もう入ってすごかったな。とりあえず僕らが入った時は、今もそうかもしれないけど、ギャップが激しすぎるわけよ、僕らの時代の普天間中学校から行ったら、うんうんうん、で、まあ普天間だけじゃなくて、その時はね校区っていうのが、あって、中城とかからも、はい、来てて、うんうん、学校で初めてそういった人たち会うんだけど、中城の人の純粋さと真面目さと勤勉さ、うん、ないわけ俺たちには、はい、だから初めてだな、多分俺高校入って初めて物事に対して、ちゃんと取り組むといかんなって思ったのが、あれこれまずいぞと、俺このままだったら留年するなとか実際思ったな、うんうん、で、必死に勉強したふりをしてね、一緒によく一夜漬けでね、はい、うん、こいつの家に泊まったり友達の家に泊まったりして、試験前はね、あーわーやって、あで単位落とさないように、そうそうそう、はい、でこいつ数学だっけ得意だって言ったの、
何だ、数学、数学得意だから 俺に任せるってわけよ。これなんかに家庭教師で教えてたんですよ。で、確かに教師、あ、お前はこれはこうして解くわけさみたいな方程式みたいなこと、あ、そうか、ありがとうなと。で、試験を受けたんだよ。僕ともう一人は、ギリギリ、うん、赤点ギリギリ、まあ、35点ちょいあったわけよ、うん、40点とか30何点とかあったわけよ。こいつ赤点、教えた本人が赤点。じゃあ本人の言い訳なんだと思う。何ですか。ね、白い紙に、勉強中はノートとか白い紙じゃないですか、うんうん、で試験用紙はあのザラシ、わかります、あの茶色っぽい紙、茶色、紙が茶色、ザラシ、ザラシって言ってたんですけど、それに弱いというわけ。俺はザラシに弱い、ザラシに弱いからっていう、変な言い訳でしょ。はい、うん、3点でした。3点、3点っていうのは3問じゃない、 1問3点だから1問しか答えてない、答えきれてない。笑うところよ、私より、うん、そう、あれですね。いや、わかんない。ピーコどんなあったの、宮古で。私数学得意で、うん、いつも100点でした、高校の時は。お、90点以下はないです。へえ、数学だけですけど。あ、いや、すごいな。すごいよ。あとはもうダメでした。あるんだな、何かな、やっぱり長所とかっていうの。嫌いだったんですよ、先生が、うん、で、授業聞かないで、うん、でも夜一夜漬けでもずっと勉強して。お、先生が嫌いだから理解してやるために。そう、でも授業は絶対聞かないっていう方法を取っています。天才だな。天才ですな、はい、いや、すごいと思うよ。ありがとうございます。初めて見てよ、なんかそんな、なんか少し尊敬した。初めて。いや、初めて。俺最初に会った時からなんか違うなと思ってよ。やばいなと思いました。なんか持ってるな。そう、やばいです。これあの FM ギノアンのパーソナリティでありながら、うん、ギノアンのこと一つも分かんないから、ね、ここに来て何年目ね。ギノアンに来てですか、うんうん、あ、まだ来てはいないんですけど。話しよう。来てはいないですよね、うん、今沖縄市に住んでる。なんでやれ、うん、でギノアンはなんかいいところだなとは思いますけど。ただ通ってちょっとあの日中滞在してるだけ。はい、住めよ。住みたいんですけど、うん、ね、何が、ね、いや、安いって家賃なんか。そうなんですか、うん、いや、沖縄市より絶対よ。あの道が混むから嫌なんですよね。沖縄市だって混むでしょ。混まないんですよ、私のところ。何、混まないんです。住所言ってごらん、今沖縄市カマラです。カマラ何番地、何番地も言うんですか。カマラ、俺なんかおじさんおばさんがいるところよ。混まないですよね、あの混むさ、ゲート通りのところです。いや、混むでしょ。混みます、うん、だから、まあ、まあいいんだけど、うん、沖縄市も隣だからね、はい、中部広域という意味では一緒、うん、ただ FM ギノアンのパーソナリティだったらもう少しギノアンのことを勉強せん。ただギノアンのことは分からないんですけど、ベイスターズはちょいちょい分かってきました。本当、今日も新聞読みました。本当、うん、お、じゃあ後でベイスターズコーナーでちょっと聞くよ、はい、質問するよ、ぜひ、うん、はい、はい、まあそういうわけで、11月18日に創立記念式典を、うん、式典はあるんですけど、これあの全員参加とかじゃないんですよ、まあ、あの関係者、だ、まあ、市長とか、はい、市長もそこの、卒業生だったり、うんうん、まあね、何万人だから 70期数えると何万人っているわけよ、卒業生がね、はいはい、その人たちが全員来るわけにはいかんから、うんうん、全員呼ぶわけにもいかんから、まあ、ある、まあ、関係者とかそういった人たちが呼ばれるんだろうけども、うんうん、我々はまあその、まあ、彼らを代表として、参加していただいて、我々は、うん、そういったところでサポートすると、うんうん、そういったこと。普天間高校ってなんかすごい人いますか、うん、卒業生で。木名正吉さん。あ、うん、木名正吉さんってジョニー・ギノワンさん。おお、うん、で、佐喜眞淳市長。おお、うん、すごいですね。すごいね。東大生も結構出てますよね。いるね、うん、いるよ。あの、なんか理系のに行ったアニア君とか今でもよく見るけどね。うん、すごいよね。すごいですね、うん、俺たちは今何してるんだろう。だから多分70周年記念ですけど、はい、本当は67周年ぐらいにしたいぐらいだよね、学校側としては。なんで僕らがいた3年間を削除したいからじゃないの。あのよ、
あの王さんも言うけど、それ俺思うよ。ただ卒その36期は俺たちだけじゃないからな、素晴らしい人たちもいるからな俺たちをのだから俺たちを除けば本当に良かったかもしれないから、それはあれだよ。なんで、まあ、大は小を兼ねるって言うやし、これをそういったことには例えない違うか、うん、はい、まあ、確かに、うん、まあ、60他のね、規制の人たちも頑張ってるんで、うん、36期生もちょっと頑張っていきたいなと思ってますよ。はい、はい、それではここで1曲、はい、何がいいですか。ね、今日のゲストさんのリクエストなんですよ、はい、うん、何でもいいんじゃない。何でもいいですか、うん、上から何なら歌ってもいいし、うん、あ、ちょっと流します曲、はい、はい、じゃあ、流れない、どうしましょう、ん、歌う星空に流れました、あやばい、次はベイってベイさんちょっと行って、お、ディープディープディープの世界ってあるか、飲み屋とか、まあ飲み屋以外でもなんか夜じゃなくてもいいし、そんな大人が楽しめるとかそういった情報、それはだから本丸とか中村とかそういうな、うん、あれ、うん、本丸中村、本丸は今度呼ぶから、はい、中村はこのゲストでやってるし、はい、うん、まあ他のここに何かお知らせもありますか。うん、特にまあ今度羽衣祭りの、まあ、情報とぐらいかな、うん、今も入ってるから、ユーストリームとかでは流れてる、これ今ラジオ自体は流れてないけど、天満の穴場、天満だけじゃなくてもいいし、この前先週はあれだな、先週だっけ、前原のゼビオさん、ゼビオの鈴木がなんか面白いなと思って行きたいなと思って、なんか知ってる店とかあったら、おそらく1週間前に、木山商店、一応オファーはしてはいるから、そこに出ても、じゃあ羽衣にも出るんですよね、ゲストで出る、なんかうちのスタッフの、あ、FM ギナーの番組のやつにもゲストで書いてあったので、うんうんうん、テンション上がります、うん、その日は休みだろう、出勤するって言いました、木山来るから出勤するって、いい派だな、はい、もう木山だったここ一日中よね、で、ユンタクしてるとこ、ね、あ、私でも営業だから外に出て回ってるんですけど、営業なのか、今絶賛羽衣お祭りの、うん、あそこで中継も出すの、あそこで中継します、うん、体育館前土曜日でしょ、はい、一回 CM 行きます、タミナトさんは出ないって、タミナトさんは来週のゲストに出ます、来週トップインタビューで、トップインタビュー、これにじゃなくて、これに呼んでいいですか、うん、あのいや、トップインタビュー出たんだった、出るんだったら、うん、同じ週に出るよりはもう羽衣祭り終わってからがいいな、落ち着いてから、はい、始まります、うん、なんだっけ、
3試合連続、はい、完封勝ち。完封って知ってるから勉強したって言ったよな。完封。あ、そういう勉強ですか。あ、そうそうそう、違う違う違う、めっちゃ勝ったってことですよね。めっちゃ完封って意味めっちゃ勝った。そうそうそう。え、私見ました、うん、巨人、うん、違う、巨人じゃない、うん、巨人じゃない、あ、巨人で勝ったんですよね。ん、うん、いつ、昨日の、いつの新聞見たの違う、もう私が勝手に情報言っていいですか。うん、いいよ、いいよ、任せるよ。さようなら勝ちで3連勝いつの話、これはねだいぶ前よ、9番前の話です。あれ、今日の新聞にいつの話、今日の新聞、沖縄タイムスのスポーツ面に、タイムスに失礼だろ。あ、本当ですよ。いや、ちょっと、あ、言ってごらん、いいですか、はい、0対0の延長11回に宮崎が12号ソロ、うん、当たり、そしてそれ当たってる、飯塚が先発して7回を3安打無失点、うん、そして田中がやりました、うん、これ多分さ、抜粋しただけだろ、その記事を、はい、それを、違う、それを勉強したとか知ってるとは言わん、しかもな、うん、違う、相手チームはどこ、あ、見るの忘れて相手チーム見るの忘れてました。は、私あの宮崎がジャイアンツに、うん、ジャイアンツにやったのと、あと逆転サヨナラを3連続やったのは違う、あれは広島、相手広島、広島だいぶ前、これは先週も話をした、ああ、これやっちまいましたね、出た、あらだ、出た、昨日は中日ドラゴンズ、ヤクルト、あ、ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト、東京ヤクルトスワローズと相手で、一昨日が石川に勝ったんだよ。その時はミネイが出てた。4対0。そう。そして昨日がミネイもね、最終回だったかな、うんうん、フェンス直撃のすごいいいあれを打ったし、うん、今完封、完封手配も言ってごらん。完封。完封、はい。完封の意味。もうものすごい勢いで勝った。ああ、そう。当たり。惜しい、惜しい。惜しい、うん。ものすごい勢いで。最終回って何回か分かる？9回。お、分かります、私も学校でやりましたから、9は。完封ってシャットアウト、ね、相手に1点も許してないってこと。うん、4-0 も1-0も、10-0 も全部完封、完封勝ちとか、これで負けたら完封負けとかっていうわけ。要するに1点も取られてないから、1点取れば勝つっていうことよ。まあ、野球の最初失点で勝てる 1-0、 もう緊迫した試合が昨日そうだったっていう、それを宮崎が、はい、浜のプーさんって言われてる宮崎が、さよならホームラン、ソロホームラン打った、これ2回目かな、8月にも1本打ってるんでね、あの逆転、うん、ちょっと泣いてましたよね、誰が、あれ宮崎、いつ新聞に書いてあったんです、宮崎泣いてた昨日、なんとか入ってくれと思っていたと、目尻を下げましたと、目尻を下げるのは泣いてるとは言わんだろう、あ、笑ってるってことですか、あ、皆さん面白いな、あ、すいません、もう本当によ、スプリームさん、あの天然記念物なのよ、もう天然じゃないけど、もう天然国指定天然記念物だよすごい汗かいてきました、うん、あ、コメント読んでいいですか、うん、会長さん、ピーコゲストさん、こんにちは、うん、ベイスターズは2位、阪神の背中をはっきり、うん、捉えそうですね、今 3.5 かな、 3.5 ゲーム、はい、さなので、ジャイアンツも昨日か負けたんだよね、ジャイアンツと DeNA の、今 CS の枠の3位争いっていうのが今4位がジャイアンツがね、実はジャイアンツに3立て食らって、はあ、負けた前に、待ってください、ジャイアンツって阪神ですか、うん、あ、はいはいはい、うん、3立てって分かる、また3回もやったけど、うん、負けましたってことですか、3回連続で勝てば3立て、うん、ああ、はいはいはい、負けたら3横、ああ横、うん、負けた、おお、友達に自慢してすぐやります、リスナーさんも聞いてると思うんで、うん、それは違うんですけどね、違うんですか、違う、何ジャイアンツってまずよ、ボケたんだけど、ジャイアンツって阪神じゃないからね、あ、違うんですか、うん、阪神は阪神
トラ。はいはいはい。うん、はい、阪神何何図言ってごらん。タイガーズ。あ、うん、お楽天。イーグルス。お日本ハム。ファイターズ。うわ、横浜 DeNA。 ベイスターズ。あーすごいな、そこまでやったらもう全然わかるよ、はい、オリックス。ジャイアンツ。わーすごい、オリックスジャイアンツって言うんですか。 すいません質問。だいたいあのプロ野球チームはほら動物の名前とかあるじゃん。はい、なんで星ん、あのあオリックス横浜は横浜ベイスターズ。横浜はベイスターズっていう名称DeNA が、まあ、買って6年目、うん、創立6年目なんだけども名前を新しくしようとしてるだけどもやっぱり横浜に定着してるっていうことでベイサイドの星になれということで、はいはい、ベイスターズってついたよ。でそれを、まあ、継承しようということでベイスターズはベイスターズ、まあベイスターズだけじゃないんじゃない。ジャイアンツだって巨人だからね、ジャイアンツだからね。あ、巨人か。うん、一は動物やし。は動物。巨人巨人、巨人は動物、生き物だ。他はオリックス。波か、うん、青い波。 あ、コメントが来てます、うん、ジャイアンツはのび太くんをいじめるやつでも阪神でもないよ。ん、何言ってんの。ジャイアンツはのび太くんをいじめるやつでも。だから、ジャイアン、あ、ジャイアン、そう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 、そういうことよ。ああ、そして相手はサウジアラビアやぞって来てますね。ああ、これはね、はい、そうそうそう、今、シュプリームさん、シュプリームさん、完全にボケてくれてるわけよ。あのサッカー、サッカーね、横浜太陽ホイールズ時代が懐かしい、確かにね、あの緑とオレンジのユニフォームね。ああ、もう、うん、あの、今、その時に活躍してる選手が、横浜って結構、外国人助っ人って言われる人たちに恵まれてるわけよ、うんうんうん、もうすごい選手がいっぱいたくさんいた、うんうん、でいたんだけども今それに近くなってるのがロペス。あーロペス、うん、あのこの前ね、D ソクっていう横浜 DeNA ベイスターズ専門の2チャンネルみたいなのが、はい、そこにあるんだけどそこで、ファンが投げかけるわけよ。その質問にみんなツイートするわけよ、うんうん、そこで答えられてるのは今横浜にあの不可欠な抜けたら困る選手誰ってみんな書くわけよ。まあいろいろやったらやっぱりローズ、はい、ローズじゃない、ローズは良かった、ローズって言ったんだけど、ローズとかでいろいろボケてくる人もいるんだけど、はいはいはい、やっぱりその中でもロペスの名前は相当あったね。でミネイのミネイっていうところも一人いたんだよ、はい、やっぱりミネイやろうって嬉しいね。ミネイね、ミネイ今度は本当にミネ呼びましょう、読んで、ね、シーズンオフにねもう読んでミネのお父さんとここで、あ、私調べてきますじゃん、ミネのこといっぱい。ん？ん？まだ調べてないの？まあ、ちらっと見たくらいですかね。まあペナントレースもあとね残り20数試合かな、はい、うん、なので、もうそろそろおまあ、上位3チーム、うん、まあ、下位3チーム A と B、 A クラスと B クラスで分けてくるんだけども、今佳境だから今必死になって、阪神を脱ごうとしてるんですね。阪神が2位、阪神が2位だから阪神を抜いて2位になれば横浜スタジアムで開催できる CS、 今、キャンペーンやってて、CS をハマスタでっていうキャンペーンを今してて、でそこでみんな頑張ってるんでぜひ、どうしてもタイガース、まあ、尻尾捕まえて、はい、そこを抜いて、はい、まあ、悪いけど、ジャイアンツは4位でとどまってもらって。でも浜崎さんはどこのチームのファンでしたっけ。もちろんベイスターズです。あら、行きましたよベイスターズ応援しに。あら、うん、あら先ほどと、あらコメントが、んどこの、はい、大人はねこうやって用事していくわけさ。はい、ということで、うん、まあ、以上、うん、横浜 DeNA ベイスターズコーナーでした。あ、それとね、はい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 、来週、はい、ユニフォームプレゼントするよ。あ、うん、あ、これ絶対シュプリームさん欲しいですね。でもねシュプリームさん県外でしょ。あ、送ります、送ります。あ、送ることができる、はい、これ何か、まあ、じゃあ先着っていうわけにはいかんよな。だって俺何十着も持ってこれない、多分2着ぐらい、はい、
レプリカユニフォーム、うん、シュプリームさん持ってるんじゃないか、もしかしたら横浜持ってるのかな。横浜の新しいデザインのが、届いたんですよ、うん、横浜球団から、一昨日かな、はい、で僕はここで発表しようと思ったんだけど、市長がすでにもフェイスブックで発表してしまったのでああ見た見た、そうそうそう、あの AV のモザイクみたいなのやつじゃなかった、うん、そうじゃないんだけどそれを、まあ、プレゼントしたいので、はい、来週これはもうお任せします、 どういった方に、うん、はい、会えるのかっていうのは、ただベイスターズ愛を、コメントしてくれたら、はい、ね、いいな、メールとかで住所とか送ってくれれば、うん、送るの、俺送料なんか俺なんか持たないで、番組で持つの、番組で持ちましょうか、いいの、社長に聞いた、聞いてないです、大丈夫かな、大丈夫だと思います、じゃあそれはもうお任せしますので、来週じゃあ、はい、レプリカユニフォームを2着、はい、持ってきますので、うん、またその時にまた募集しましょうね、はい、はい、あ、コメントが来てます、ほら山内さん、山内さん、はい、会長ピーコ、うん、こんにちは、うん、会長最近お会いできないですが元気ですか、うん、この前 FM ギノワンの斜め向かいローソン Q7 の並びのバーで飲みましたよ、うん、中は割と広くて、あ、これあれですね、うん、ディープな世界の時に行った方がいいです、うん、山本さんでしょ、山本じゃないか、じゃあ中は割と広くて、小物がアメリカンでいい雰囲気のバーでしたよ、うん、可愛い彼女と飲みたいな、会長、普天間でおしゃれなバーありますか、またぜひ飲みましょうって聞いてますね、はい、山本さんには教えませんいや終わりですか、うん、OK、 じゃあ曲いってみましょうか、はい、じゃあ見たこともない景色どうぞ。なんでお前がこれ、うん、リクエスト、なんでリクエストか、これ、あの英雄のコマーシャルのよ、うん、ちょうど日本代表応援しますってからやってます、はい、今コマーシャルじゃなかったよ、言うて、なるほど、あ、なに、なんかメールが来てるんですけど、うん、いいよ、読んでいいよさ、羽衣祭りのことです、待て待てね、発音間違ってる、羽衣祭りでハゴロモ祭り。ハゴロモ、ハゴロモ祭りだよ。ハゴロモ祭り。ハゴロモ祭り。ハゴロモ祭りですね。あんまり。何？当たった暁には嫁にユニフォームを着させてハマスターで写真を撮って送ります。お、ありがとうございます。もうこうやって書いてる以上、もうシュプリームさんには送らないといけないんじゃないの？はい、シュプリームさん、じゃあ住所と。名前だけでいいので送ってください。うん、雑ですかね。住所と名前。あと何が必要なんですか。あ、住所と名前。血液が楽しそうだろ、それ。いくつか、年齢も。あ、ね、年齢、住所。あ、え、何がいりますか。あと足のサイズ。いくつまでプレゼントするんですか。あ、しないけど、うん、情報、いらん情報、情報もらおう、いらん情報言うな、いやだもん、え、じゃああと1枚しか残ってないっけ、ないの、番組中にあっちで旗振って応援顔立った人に投げるんですよ、先着中こっちに聞く人、うん、してあげれば、座ればいいかも、あ、楽しいですね、うん、浜崎さんも適当な人ですよね、何言ってるんですか、響いてやってるんです、適当っていう字ももったいないぐらい、言葉ももったいないやん、 A 型だねっていうことは僕のためになることだ、ね、芸能人で例えたら高田純次みたいな、ああ、似てますね、天下の適当男で、その香りがプンプンしますよ、セカンドネーム浜崎敵行き当たりばったりおさむで、おさむっていう字も、ね、理科の理ってで、おさむって読むはずだったんだけど、その理科の理が王じゃなくて土にあって埋めるになってる、浜崎埋め、本当ですか、本当適当だろ、適当です、なんか適当なこと言ってるさ、西行さんの この番組ね、どれぐらいも始まる、もう2ヶ月ぐらいですかね、もうほぼほぼ本当のことこれってちょびってないだとは思うんですけど、もう2ヶ月ぐらいなる、なります、2ヶ月って言ったらもう10回ぐらいしてる、10回ぐらい、これから10回ぐらい
うん、だからほら今何回なのかな、これあの 10回記念で花束とか来ないかね。10回できましたね中村さん祝10回記念、10回も持ったんだよ。中村さんに送ってもらうんですか、うん、仕込むわけ。でも絶対送ってくれないでしょ、メールも絶対送ってくれない、うん、聞いてごらん今これあ何回目って。あ、はい、何回なんだろう。フェイスブックフェイスブックに載せてるんですよ。10回ならんないやりますよ。あ、始まる。嫁さんにエフェンギノワとアツコンシャンスカの紙を持たせてインスタグラムとツイッターで宣伝します。おいただきます。うん、はい、あつこの知りたい、はい、大人の世界、コーヒー、はい、ここのコーヒー美味しいよね。美味しいですか。美味しいよ。俺ここもスポットにできるんじゃないかなと思うんだけど、ここの夕日見ながらこう飲むコーヒー、ピーコが入れるコーヒー最高だと思うだろ。私が入れることによってこう増してる。ここってここ、そうそうそう、ここです。はい、このスタジオで。ここでさっき水しか出なかったけど、コーヒーも切れちゃったんですよ。水も出したのか、水出したのか。出しました。そうだろうや、水。しかもあの美味しい水です。美味しい水。高価すぎる。隣の誰かが飲んでるコップそのまま持ってきたんで。そんなことしてないですよ。いやでも、はい、ここもスポット的には最高だよね。うん、本当ですよね、夜景もね、綺麗ですもんね。最高。本当にサンセットストリップだよここ、うん。すごいよ。で、知らないディープの世界、知りたいディープの世界。はい、あのね、普天間宜野湾地っていうのは割と地元の人たちが多い。市外県外っていう人たちをターゲットにしてないところがあるんだよ。ああ、うん、地元の人だけで、うん、居酒屋さんでもスナックでもバーでも、うん、地元の人たちがを、まあ、ターゲットにしてるっていうのかな、うんうん、だから表立っては何か何もしてないみたいな感じがするんだよ、うんうん、だ通り行ってももう宜野湾一の繁華街といわれる普天間スズラン通りとか行っても、はいはいはい、ガラーンとしてるわけ。うん、なんか地元の昔からある感じの。そうそうそう、で誰もいないじゃんと思って、ドア開けるともう中は人、うん、それ別世界。そうそうそう。うん、まあそんな、ところで浜崎さんお気に入りのというかよく行くとか、まあ、知ってるお店があったら情報を教えてほしいんですけど。そうですね、あの普天間ですとやっぱり。夜の綺麗なお姉様方が、はい、多数いらっしゃるお店がありまして、はい、最近ちょっとこのお店が趣旨変わりしてきましてですね、うん、なんか劇団地区になってきてるんですよ。バーが劇団地区になってるんですか。そうそう、なんか例えばお客様のお誕生日ですとか、うん、スタッフのお誕生日とか、うん、ただ単に、おめでとうって行ってケーキプレゼントを渡すとかじゃなくていろいろ仕込んで、はあ、で今度来週またこっちの親分のハッピーバースデーがあるみたいで、はあ、昨日も行ったんですけど一生懸命授業昨日も行ったの実は昨日一緒に飲んでたんですよ。いや、さっきの普天間高校の打ち合わせみたいな、うん、別の仲間と一緒にね、はい、その後行ってる。その後に行ったんですね、うんうん、そこには愛があるからスケベ心はなしで愛しかない。はい、なんだろう、うん、スケベ心ないんですか。ないっすよ。ないいや、ないと思いますよ。うん、まあ立派な方ですから。はい、純粋に楽しければいいんだよね、うん、そういったところね、うん、このお店は前にもね
ママさんが来て、うん、あら、あの、そう、あの店なんですよ。はい、はい、美人かどうかは20メーターぐらい先に置いといて、はい、いや遠くに、うん、で、まあ、その他にもなんかないですか、あのスナックじゃなくてもいいんですよ、あのポイントでもいいですよ、飲み屋さんとか、はい、とかじゃなくてもいいんですよ。そうですね、ポイントとか、あの、あ、まあ、もう多分自分が話ってなったらやっぱりこういった飲み関係になってくるんですけど、最近普天間も何々に特化した飲み屋、例えばワインとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、でその中でも、まあ、これも天満屋味噌の話、うん、自分の同級生が、うん、あの一人でワインバー、あー、はい、はい、ありますね、それも、ね、うん、結構いろんな種類があって、うん、また値段的にもお手軽で、うん、実はですね、はい、その店行ったんですよ。行きました。行ったんですよ、はい、あの中村さんの帰りに行きましたね。よかったでしょ。でも実はピーコ飲めないんですよ。なんでよ、脈なのに、はい、ああ、飲めないんですけど雰囲気はすごい良かったです。私もバーで働いてたので、なんかすごいあの店主さんの雰囲気がすごいいいですよね。店主ムーミンみたいのよ。ムーミン、うん、あー、なんか、あ、いや、そうそうそう、なんかね、あのちょっとあれはね、雰囲気があれはね、あれも普天間高校なんだけど、まあ、同級生だからあれって言うけど、はい、僕らとちょっと違うとこにいた。彼は真面目、あー、本当に真面目だった。すっごい、でもなんかいいですよね、雰囲気を醸し出した。醸し出したな。人もでした。どんなよ、醸し出す。で、あとさ、宜野湾市はさ、特にあの野岳とかはあれが、洞窟がいっぱいあるべ。あの、うん、宜野湾市は洞窟、鍾乳洞だらけですよ。あ、いろんなところにあるんですか。いや、もう、まあ、多分あのこの下とかっていうのも結構あるんだよね。で、うん、そうそうそう、すごい。で、このわタイム畑の湧き水も鍾乳洞があるから、はい、あんだけ出るんだよ、うん、要するにパイプになってるわけよね。だから基地入ったことないって言ってたけど、はい、あの野岳の方から鍾乳洞の入り口があって、はあ、潜っていけば多分プッて出るはずよ。あの滑走路の手前ぐらいに、うん、上に抜けられるとか、今どうかな分からんけど、うん、おそらく封鎖はされてると思うよ、出口が、うん、ただ、相当ある。で、沖縄のハザードマップ、はいはいはい、ハザードマップ、要するに、危険な時に、うんうん、例えばじゃあ、10メートルの津波が来ましたらどこに避難してくださいとか、うんうん、その危険区域ですよとか、震度何以上上がったらここは崩壊の恐れがありますというハザードマップがあるんだけど、はい、その中で沖縄で一番いいのは宜野湾市なんですよ。鍾乳洞に逃げる、いや逆に鍾乳洞が揺れとかっていうのを緩和してくれてる。あ、耐震、耐震じゃ対面、揺れをこの空間で吸収する、まあ、スポンジの役目をしてるんじゃないかなと思って、でだから、ほら、鍾乳洞とか玉泉洞とか行ったことあるでしょ、あの鍾乳石とかつららみたいなのがあるでしょ、はい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 、あれもう何千年も、何万年もっていう間の中で、あれだけ成長してるわけよ、うんうん、その間には必ずもう大きな、ね、震度5とか6とか大きい地震は沖縄にもあったんだけども、うんうん、それでも、あれ折れないでいるでしょ。それはやっぱりあの対面構造になってると思うわけ。その上にある宜野湾市は、うん、おそらく、まあ、大きな、まあ、もちろん来てほしくないけど もう大きな地震とかあった時にその吸収するものがあるので、うんうん、大丈夫じゃないかなというふうに言われてる。だからここはいいところだよ。みんな宜野湾市に引っ越してこればいいのにね。はい、本当ですよね、うん、私もね、早くね、うん、そう、はい、そう、もう何だろう、久々にこんな心のこもってね。いや、毎週そうだよ、うん、緊張感持ってくるんだけど、はい、本当ですか、うん、違うんですよ、会長はいつもギリギリに来て、うん、スッと入ってね、うん、うん、あれですよね、緊張感全くないですよね。いや、ありますよ、それはだってこれだけ、30万人のリスナーがいるわけだから、はい、それはもう緊張しますよ。そうですね、あの今日こそはちゃんと情報をお届けしようと1回目から思ってるんだけど、まだ達成してないな。あ、コメントが、うん、唐突な質問ですが、高安会長の狩牛シャツはお似合いですが、どこで買えますか。これですね、ありがとうございます。これ実はあの宜野湾名産のタイモ
タイモをデザインしてるんですよ。可愛いですよねこれね、うん、タイモの花だとか葉っぱとか芋とかあるんです。後ろにもあるんだけどね。はい、はい、これあのイリナさんっていう大山にあって、MS イリナさんっていうところが作ってるんですよ、うん、でこれオリジナルでいろんな、カチャーシーだったりギノワンのカチャーシーのだったり作ってるんですよ。で一番いいのはね、あ僕これ、そちらの今4着持ってるんですけど、はい、この体毛柄のは2着、これともう一つ水色のがあるんですけども、うんうん、いいのはノーアイロン。アイロンしたことない。これで、うん、ノーアイロン。もう、ネットに入れて、洗濯機に入れて、干すだけでこの。だからどこで買えるんですかって。 MS イリナさん。大山にあるんだけども、場所が教えにくいので、今度、観光協会の、会員でもあるので、観光協会の方に、宜野湾市観光振興協会、897-2764 に問い合わせていただければ、イリナさん、ご紹介します。それとあとホームページにも、はい、うちのホームページにも載ってるんでね、うんうん、そこで、そこを見て、自分なりのね柄も注文できるので、はい、いいですよ。いいですね、うん、いいですよ。じゃあ宜野湾に特化したやつが結構あるんですか、うん、カリーシウェア。カチャーシー大会があるのは宜野湾市だけなので、はい、カチャーシーをモチーフにした柄であるとか体毛が柄であるとか、まあ、それ以外のものもたくさんあるんでね、うんうん、いいですよ。いいですね。又吉さんという方が作ってますよ。又吉、はい、MA です。はい、はい、メールも来ております、うん、ですね、会長ピーコこんにちは。先生これは山内さんですね、うん、はい、皆さんこんにちは。会長もうすぐ羽衣祭りですね、うん、今回40回目という節目ですが、はい、何か特別なことってありますか。はい、コットさんですね。はい、9月の30日土曜日と10月1日の日曜日に開催されます、はい、で土曜日なんですけども、羽衣ミュージックフェスタっていうところで、歌を、まあ、いろんな団体が出るんですけども、はい、その中でも D51 さんと、うん、ピーコの好きな、木山商店さんの方が、はい、約1時間にわたってのライブします。すごい、はい、でその後に、まあ、花火なんですね、うん、で日曜日も、先ほどの、まあ、カチャーシー大会が、はい、終わったら、羽衣、花火フェスタ、はい、これがですね40回ということでだいぶ予算を多くしました。例年より 30% ほど予算を多くして、うん、で花火屋さんには 40% 上げてくれと上乗せしてくれということで、市長がお願いしまして実現しましたので、花火を見るだけでも楽しいし、まあ、来てももっと楽しい、うん、やっぱり来てね行った方が伝わりますよね、はい、うん、で今回ね例年だと8月の第1週にやるんですけども、はい、今回からは9月の30日と、10月1日ということなので、暑さも和らいでいるので、うん、ね、来やすい、ちっちゃい子どもたちもお年寄りも来やすいのかなというふうに思いますので、ぜひ、まあ、暑さ対策はそれでも忘れずに来てほしいです、はい、浜崎さんも行くんですか、羽衣も。あ、もちろんです、はい、いいですね。花火は何千発上がるんですか、うん、今回は何千発だろうな、40% 増しでしょ、うん、まあ結構上がると思う、うん、2000発ぐらい、まあ、初何発かどうかどうか分からない、まあ、数えとくよ、じゃあその時に、うんうんはい、うん、で矢はあの丸い大きいの数入れな、俺はペラペラしてるの数入れさ、あのね、ペラペラ花火の数っていうのは2つあるって、1つの玉からボッて開くのを、例えば5つの花が開いたのを5発と数えるところもあるし、玉1個を1発って数えるのが、宜野湾市の場合は琉球会員祭ともあるんだけども、琉球会員祭は1万発っていうことで言ってるんだけども、1万個玉の数を言ってます。だから開くのを合わせるとそれの数倍やってるんだけども、あのあれは有料イベントなので1万発のっていう歌ってるので、例えば9999発しか上がらなかった、他が不発だったら、これでもしお金を返せって言ったら本当にそこまでの話になってくるので、あれは実は1万発以上上げてるんですよ。最低限でも1万発っていう、宜野湾市の花火の数え方はそうなんで、おそらく、まあ、5万発とかって言ってるところは、花火の数、散った花火の数を数えてるところもある。なので一概に これだけでは、うん、分からないところ。宜野湾市は最低限、っていうところで、ね、だから楽しみは
ありますよ。迫力もありますね。で、宜野湾市だけは陸上から尺玉も上げられる。一尺玉を陸上から上げられるのは宜野湾市だけなんですよ。あの保安基準というのがあって、大きければ大きいほど距離を取らないといけないんですよ。それが宜野湾市は出島っていうところなので、出島からだと一尺玉を上げても、観客側には、まあ、被害危険はないということなんですよ。でもっともっと大きい花火は上げられるんだよ。上げられるけどもみんなバックしていかないといけない。で大きい花火を距離を持って見るか、近くで それよりも規模はちっちゃいんだけども迫力あるのを見るか、どっちかって言ったら僕は近くで見た方がもっと迫力があると思う。あんまり遠いところで大きいのを見てもね、あんまり、迫力ないと思う。開演祭もすごかったですもんね。すごいよ。あの開演祭も、まあ、あれはね、いろんな気象条件が重なって、綺麗に見えるんでね、あの、まあ、風が無風状態だとダメなのよ。風も若干ないとダメ。打ち上げた花火の煙がそのままのこもっちゃって、でその雲の中で上げてるようになるので、今年は良かったよ。あの東からの風でちょっと少し、まあ3メーター4メーターぐらいの風だったと思うんだけど、本当に綺麗に見えたね。あの、ね、あの羽衣祭りも花火同じ場所から上げるんで、ね、はい、あのビーチで彼氏、はい、彼女と一緒に楽しむのもいいと思いますよ。はい、はい、ということでお時間が来ましたので、じゃあ9月30日そして10月1日に羽衣祭りありますので、はいはい、皆様ぜひ行ってみてください、はい、ということで今日のお相手はPこと高橋と次男でした。はい、はいはい、ありがとうございました、はい、またじゃあ来週、あとあのプレゼントも皆さん応募してください、ベースターズの応募してくださいって、もうユニフォームシュプリームさんに一人は決まったんでしょ。決まりました。あと一人だよ、はい、どうにかね。じゃあシュプリームさんの住所も送ってください。さようなら。はい、さようなら、はい、ありがとうございます。あ、なんかコメントが来てます。シュプリームさんから観光協会の